バイクそのものが本当に炎上します。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備士科講師、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は4月の5日にホンダさんのレブル250などからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはエンジンの穴を塞いでいるプラグ。信じられない話かもしれませんが、車やバイクのエンジンには走るためには全く必要ない穴が開いているものがあります。例えばターボが装着されているかどうか、これだけでエンジンオイルを流す道筋が全く変わるものがあります。部品が1個違うだけでエンジンの形を大きく変える、そんなことを毎回やっていると車の開発費用が爆上がり、実際に販売されている車の値段が上がってしまいます。そうならないためにエンジンの形をそれぞれの仕様に対応できるように作ってあるんですね。当然そんなことをしたらエンジンからオイルやガソリンが漏れてくるかもしれません。これを防ぐため、普通は穴を塞ぐための部品、プラグを差し込んでいます。しかし今回、このプラグを取り付けているクランクケースの塗装範囲がまずく、中途半端にプラグが入り込んでいます。そうすると、使っているうちにプラグが抜けてしまい、エンジンオイルがその穴から吹き出します。エンジンオイルは100度を超える超高温。そして場所は運転手の足元。こんなものが体にかかったら間違いなく火傷。エンジンの排気パイプにかかったら超高温で炎上。そうでなくてもタイヤにかかろうものならオイルで滑ってしまい命に関わるほど危険なので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなクランクケースの交換ですね。対象車種はホンダさんのレブル250、 CBR250R、 CBF250L、 CBF250 ラリー、2022年5月20日から2022年12月22日までに製造された5421台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。状況にもよりますが、おそらくオイルはかなりの勢いで吹き出します。間違いなく事故を起こすので必ず修理に出してください。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、わかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はダイハツさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。